Every journey has a beginning. And too often, we're only focused on the destination. Meters up. This is my journey. The best of journeys are filled with adventure. The importance of who we share the experience with is something we far too often forget. There is a warm familiarity as you head up Fuji. But what is it? Is it the generosity of the people? Or the fresh food? Or simply having the space to look within? Being around these lovely people has already taught me so much. And how it's okay to stop on the journey. Rest is just as important as pressing forward. Journeys are meant to be challenging. Obstacles come in many forms. Sometimes they may seem insurmountable. The temptation to turn back is strongest right before you break through the clouds. The strength you need to press on is somewhere deep within. I wonder what that is for me. And I wonder what that means for us. Not just to take a step forward, but to try. Wanting to stop, but then remembering why we started. And I think back to the kindness and the words of strength. And I realize maybe we focus too much on the destination. Sometimes a journey is just a journey. But sometimes it can be so much more. どうも皆さん、こんにちは。富士市役所の筋肉王こと福島優輝です。今回の富士広報室は富士市トピックスをお送りします。これいくらだったっけ？
ので、ちょっとまたまた考える。まだ考える。ようやく開催することができました、昨年は中コロナで中止ということを決定いたしまして、このお祭りが、まあ、はっきり分かっているだけでね250年ぐらい続いている中で、まあ、初めて、自分が住職としてね、まあ、これを中断させてしまいました、でもなんとかたくさんの方がねお参りしたいという、ご希望を述べられておりますものですから、このお祭りはなんとかもう一度ね、また始まるように考えました。検温とか消毒とかね、いろんな方策を取りまして、やっと今日この毘沙門様のお祭りをね再開することができたわけでございます。初めはね本当に皆さんこういうコロナの中で、本当に人が来られるのかとちょっと不安もありましたんですが、まあ、たくさんの方にお参りいただきまして、非常にこう嬉しく思っております。一旦途絶えたお祭りでございますけれど、これからまた何百年も先に続くようにということで、安全安心なお祭りおいでいただいて、気持ちよくお帰りいただけるようなね、そんなお祭りを続けていきたらと思って、そのためには伝統を守るためにいろんな新しい考えを持ってね、これを改良して続けていきたいと思います。クイズ、このゴミ何ゴミ。問題、この中で腰に出せるものはどれでしょう。正解は全部です。金属やフィルムがついたままでも OK。 詳しくはウェブサイトへ。旧暦の6月に地区のことを調べたんですけど、とにかく資料、図書室にある資料が古いこと、それから難しい漢字や言葉で3年生の子の子たちに理解ができなかった、なんとかしたいなっていう思いから、先生たちやボランティアさんに相談をして紙芝居を作って伝えようって1年かけて制作しました。旧暦の6月28日、今の暦では暑い8月のことです。現在の千葉下総の国の方から7人の巫女が京都を目指し吉原地区の入り口へたどり着きました。村を救うため仕方なく娘を生贄にとして捧げ、大蛇大蛇大蛇を知られ水面が泡立ち大きな渦巻きとなって大蛇が現れました。そう思ったお後はその悲しみや辛さに耐えきれず、同じ沼に自ら身を投げてしまったのです。ちょっとお隣に感想を言ってごらん。何年生だったの？自分の村のため、村の人のために若い子は死ぬっていうのはちょっとどうかと思ったけど、今はその守り神として伝えられてるのは良かったなと思って。昔の努力、人の努力で今があるから、昔のその努力に感謝したいです。
なんかインターネットですぐ世界の情報はくくって捉えるけど、地元の情報はなかなかこうやって勉強しないと、地域の人に教えてもらわないとわからないので、とてもいい経験になるんじゃないかなと思いながら作りました。とってもね、悲しい物語ですけども、この物語は先祖がこの苦しい環境を乗り越えてくれた、生き抜いてくれたからこそ今のみんなの生活があるということだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。そして必ず町とか暮らし、働く場所とか、親御さんが働いている場所とか、そういうのってすごい関わってきているなと思っていて、東大生藤子ラボ始めたいと思います。よろしくお願いします。まちづくり系の学科にいます。まちづくりっていうと、じゃあその出ても同じ近所に住んでても、実は知らないことをしている人ってすごいたくさんいて、だからそういう人に目を向けてみるっていうのはすごい大事な機会なんじゃないかなっていうふうに思っています。そういうのをまずどんな人がいるのかなっていうのを洗い出してみてほしいなっていうふうに思っています。一個上の段階とかで、あ、こういう方向性ないかなとか、小中学生は大体まとめてみる、あるいは防災的に、まあ、防災、まあ、どこでも危険とかそういうのもあるか、だからこれなんか全員がそうじゃなくてもいいから、そういうなんかいろんな人にこうもっと思いを馳せながら生きていってもらうことで、より富士市とかそういうものがもっと魅力的になったりとか感じられるかなって思うので、なんかそういう視点を持ってくれたらよかったなと思います。ただそこで一歩踏み出して考えてみると、今後のグループワーク全般もらし、まあ、学科でやるイベントの幹事やる時とかもすごい生きてくるので、ぜひ一歩考えられる人になってください。それで、まあ、友達も誘っていいっていうことだったので、まあ、それならと思ってちょっと勇気を出して参加してみたっていう感じです。今までその高校生っていう自分の視点とか、あと、まあ、家族とか、あの働く人とかっていう視点では見たことがあったんですけど、自分が考えられないような視点の人のことを考えるってすごい大事なことだなって思いました。あまり喋ったことのないことを同じ班だったんですけど、そしてその話を聞いたら、自分が今まで想像しなかったものでも、なんか身近にいる人の中にそれぞれ今まで過ごしてきた中にあったりするんだなっていうのが分かって面白かったです。今本当に大学でたくさんの友達に出会って、いろんな話していろんなこと語って、自分のことも見つめてみたいな経験をたくさんしてきた中で、振り返ると、まあ、その富士高校にいた時にそういうきっかけ、そういう機会があまりなかったなっていうふうに感じていて、なんか自分のいろんな選択肢があって、それを知って自分がどこに進みたいのかとかって、そのもっと豊かな選択ができるかなと思って、そのための語り合う文化っていうのを富士校にもこう作りたいなっていう思いがあって、まあ、今回イベント企画させていただきました。自分が何したいっていう自分発信の視点だけじゃなくて、こう自分がそのやったことでどう社会に影響が与えられるのかとか、それがどう回っていくのかみたいなのをこう考えられる人たちになってほしいし、まあ、なんかそれを意識して想像力を羽ばたかして、まあ、なんか動いてもらえたらなって思っています。